どうもこんにちは、黒ネタです。今回もオーバーウォッチやっていきたいと思います。いやー、もっと練習しなくちゃいけないな。エイムが全然当てられない。はい、ということで早速マルチプレイやっていきたいと思います。まもなくレイコータワーに到着。さあ来ました。このステージはエリアの取り合いですね。で、確か名前がキングオブザヒルだったかな。日本語に直すとお山の大将ということで、まあ下から上がってくる人たちを蹴落としていくという遊びがあるんですが、多分それが元になっているんだと思います。さあエリアだからな、絶対相手占拠したらタレット置くよね。ファーラ行きますか。あ、でもこの場合はメイちゃん、私たちの世界のためによろしく。このキャラクターはね、こうやって撃ち続けて相手を凍らせることができるので、凍ったところをヘッドショットっていう風な感じで戦っていくことができます。他にもいろいろ技があるんですが、まあ、やりながら説明していきたいなと思います。なかなかにいいんではないか。でも火力がちょっと足りないかな。いくぞ、ビートビート。いいね、やっぱこのルシオの最初のビートはいいですね。ほっ、よし、ちょっと体力がないね、回復しとこう。よし、味方ナイス、回復もナイス。さあ気をつけろ。オッケー、ナイス。ゲンジ入らせませんよ。ゲンジに荒らされるとめんどくさいからね。出待ち出待ち。あ、ちょっと後ろにいるね。よし、ナイス味方。いいよいいよ、すごくいいよ。よし味方ナイス。急にスピードアップしたからびっくりしたわ。おっと、おいで。それはきついね。おお、無敵状態。よいしょ。うお、フリーズ氷漬け。いいよいいよ、凍らせ凍らせて。出させない出させない。よいしょ。反動が厄介なんでね、ちょっと動きを封じておこうかな。あの辺にいるのか。さあ、あと少しだよ、みんな。おほっ、やばい、龍が来るー。よいしょ、やばい、龍神の剣、龍神の剣、龍神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 剣。うやーい、さすがにきついか。やばいな、敵に入られたな。いやー、きついなー、あれはきつい。ナイス。よーし、ナイス味方。オッケー、いいよいいよ。オッケー。で、このルールはね、3回戦ありまして、先に2セット取った方の勝ちなのでね、次取れば我々の勝ちです。ほう。いや、ほんとありがとう。
あーでも敵のゲンジに荒らされた時はどうしようかなと思ったけどね。いいね。酔いそうだねこの動きね。いくぞービート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 。さあどっから来る敵。くそーゼニアタンつけてしまった。くっ、いけいけいけ、ナイス味方。やばい、リーパーはきついな。ナイスナイス、味方いい弾幕。おっとほい、おお、リュウ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 、あの辺が出てくるよな、牽制しとこうか。虫のやつを狙いたい。無理か。よし当たった。今のは運が良かったよ。くっ、いい動きすんなあいつら。壁行くよ。くっ、ああ、いてててて、ナイス回復、ナイス回復ルシオ。痛い、一旦ちょっと回復しよう、自力でね。待って、これエリアが大事、エリアが大事。ほっ、入らせません。よし、いてててゲンジ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 、今のもうちょっと早めに刺しなきゃダメだね。いてぇ、竜神撃きつい。いやー、やばい、取られると面倒だ。あ、でも味方がいい感じに耐えてくれてる。ちょっと待っててくれ、俺もいい感じにアルティメットが溜まってるから。ほっ、放りつけー。よし、あの角にいるな。ガーくそ、ヘッド当てて、オッケー、味方ありがとう、素晴らしいね。いやー、頼りになる仲間だわ。俺活躍したかな。お、これは敵か。あー、敵ですね。でそっからも狙う、うまっ、やばいね、こんだけ俺もエイムうまくなりたいね。これは味方のルシオさんだな、間違いないね。はい、ということで今回はここで終わりにしたいと思います。いやー、もうちょっとうまくなりたいね、エイムが下手ですね。ということで、よろしかったら次回もまた見に来てください。お、13キル。はい、ご視聴ありがとうございました。